すみません。またブロック崩しです。同じネタが多くて申し訳ないですが、どうしても気になったことがあるので、やってみます。それは、作った AI は本当にブロックを早い時間で壊しているのか?です。私はここ最近、ブロック崩しを作って、工夫して、それをクリアする人工知能を作ってという動画を作成しました。その時、ブロックを早く壊してクリアするように学習させたのですが、本当に早いのかどうかチェックできてませんでしたね。そして、簡単なプログラムでよくね、というコメントも来ていました。ということで、簡単なプログラムよりも AI の方が優れていて欲しいので、勝負させてみたいと思います。頼むぞ私の AI。勝負するステージはこれにしました。一面のみのブロックの早崩し対決です。単純プログラムプレイヤーの紹介です。名前の通り単純なプログラムに従って動くのですが、本当に単純です。弾と同じ位置に動き続けるだけです。なので正面から見ると弾は見えないですね。真上から見ると左右に追尾してることがわかります。ただ、パドルは壁に当たるとそれ以上横には行けないので止まります。真横から見ると上下にも追尾してることがわかりますね。超簡単なルールに従って動いているだけですが、弾が角っこに来ない限りは絶対に失敗はしません。続いて人工知能です。強化学習アルゴリズムにより、できるだけ早くブロックを崩すように学習させます。ではもう早速試合しましょう。左側が今回強化学習した AI パドルくん、右側が単純プログラムマンです。では見ていきましょう。AI の方は弾を向こう側に送る作戦でしょうか。ちなみに、強化学習したモデルが、なぜこのような挙動をするのかみたいなことは、ブラックボックスに入っていて、わかりません。あくまで私が結果を見て、勝手に意味付けしているだけです。なんでだろうと考察をするのも楽しいですね。今のところ、若干 AI パドルくんがリードしていますね。その調子だ。やはりある程度ブロックを狙って打って、時間短縮を図っているのでしょうか。でもしっかり外してますねドンマイ。単純プログラムマンも意外と普通に壊していますね。 AI パドルくん、後ろ側からの攻撃で効率よく破壊しています。リードを保っていますね。残りのブロック数が少なくなってからがブロックを狙い撃てる AI の本領発揮でしょうかと思ったら、単純プログラムマンも超いい感じに壊していくやん。単純マンの逆転です。お、ここで残り2個ずつになり並びました。と思ったら AI くんあと1つです。白熱の展開だ。このまま逃げ切れるのか。おっと、AI くん、こんないいところで、なんと非効率な球の動き。単純マンが勝つのか?単純マンの勝利。結論、あんま変わらん。チャンネル登録よろしく。